お、なんだこれ、どういう入り方してるんだ。こう、え、こんなん、お、すごい、こういう感じなのね。おお、でっか、結構なボリュームだね。おお、結構重いですね。うん、おお、かっこいい。お、変形もなんかすごそうですね。こんにちは、紹介者です。はい、珍しく、タカラトミーさんのおもちゃ、これね結構気になってたんで、買ってみました。タイムボカン24に登場するボカンメカですね。デラックスメカブトン。はい、タイムボカンといえばね、もう昔もね、放送していました、それの現代版ですね。はい、まだ始まったばっかなんですけれども、タイムボカン私もね小さい頃見て育ちましたね。はい、このボカンメカね、カブトムシから人型ロボットに変形する、かなり熱いですよね。はい、はい、こういうパッケージになってる。そしてね、タイムボカン24のボカンメカは、コスプレドッキングといって、この、ね、サポートメカと合体できると、はい、こんなバリエーションが、まあ、別売りの商品なんですけれども、まあ、組み合わせて遊べると。この海賊っぽいのとかね、すっごい面白そうですよね。あと電池も、必要で、なんと発光と多色発光と音声のギミックもあると。で、なんと今ね、キャンペーンでこの、はい、クリアブルーバージョンの非売品ですね、お試しボカンメカカットンボ、こんなものをもらっちゃっていいんですかね。はい、すごいですね。通常版の、カットンボもね、もう同時発売で、売ってまして、まあ、とりあえずこれで遊んでみてどんな感じかなっていうのを今回、ちょっとねレビューしてみて、他のもね、よかったら買ってみようかな。はい、で中に入っているのがまず本体と、これ、ビッグホーンですね。そしてショートホーンと、メガブトンソードね。はい、あとねこちらシールが、少しありまして、このビッグホーンに貼るみたいですね。はい、このビッグホーンを展開した、おお、すごい金メッキだ。なるほど、この中に、これらのシールを貼るというわけですね。はい、こちら4箇所ですね、ネジが隠れる、ここはね、隠れて、ここは穴が少し隠れる感じなのかな。はい、であと2枚のシールはロボットの目なんですけれども、ロボットの目ってこれ LED で発光するんで、まあお好みでって説明書には書いてあって、まあ、発光するんでもったいないんで貼んない方がいいのかなと、まあ個人的には思います。では、ビークルモードの組み立て方です、まずはですね、この本体に、これですね、ショートホーンをここに、よいしょとくっつけます。はい、こんな感じでショートホーンは、はい、向きをこうやってね変えることができるのかな。はい、できちゃう。で、ここですね、ここの2箇所の、凹凸、はい、これを合わせてこのビッグホーンですね、はい、これをくっつけます。おお、カブトムシだ、いいですね。これを、このように折りたたんで、ここの突起ですね、これを一回ここの、おお、ダイナミックに開きますね。でこの穴に差し込みます。はい、これで、はい、武器もしっかりとビークルモードで収納することができます。いいですね、余ることなくていいです。はい、これでビークルモードの完成ですね。おー、アニメそのままですね、よくできてる。しかもこのクリアパーツの中にこうギアが噛み合ってるんですね。これ動かないよね、動かない気がするんですが、はい、ちょっとねこういう感じで見た目もとってもいいですね。前足は、はい、こんな感じで動きます。はい、関節も、はい、動きますね。後ろ足ですね、真ん中と後ろ、はい、ここもこんな感じで結構ね広く動きます。ここもですね。で、第一関節はボールジョイントになってますので、これもねまあ、いろんな角度で、ね、歩行シーンとかを再現したりとか、足は一通り動くので、表情はつけやすいと思います。楽しいですね。そしてこの瞳かわいいですね。そしてカブトムシといえば角と羽ですね。はい、このようにガバッと、はい、開くことができます。かっこ
っこいい。はい、一応好きな角度で止めとくこともあできないか、うん、ここからここまで行けば止まるか、はい、こういう感じですね。で、ここ見てください、ここには電池を、単4電池2本ですね、別売りのものを、使用します。で、電源スイッチがちょっとね奥なんですよね。ここの一回羽を開いてちょっと取って、ちょっと不親切な感じでここですね、見えないね、よっ、はい、一回開きますが、ここ、はい、このロボットでいうマターのあたりかな、これをスライドするとピッと音が鳴ります。これ起動音ですね。電源を入れたら、背中に白い大きなボタンがあります。で、このボタンを押すといきます。はい、水色の発光とともに、メカブトン発進という音声が鳴って、もう一回押すと、はい、飛行音ですね、飛んでる音。そして攻撃音、はい、どれも水色の同じ色ですね、はい、この3パターンの音声を繰り返し聞くことができます。はい、クリアパーツの奥で光っていて、結構発光も綺麗ですね。部屋を少し暗くして発光させてみると、これ結構ね強く光りますよね。はい、それでは、ビークルモードからロボモードに変形してみましょう。まずは、ビッグホーンを取り外します。そして、ウィングを開いてソードを取り外します。で、ウィングはこんな感じで、移動しといて、はい、足ですね、足を、このように後ろに持っていけばいいのかな、はい、こんな感じで持っていって、この足2本ずつ、このようにね、ジョイントで、はい、くっつけます。そしたら、ここですね、ここのジョイントを外して、で、これつま先になってます、この白と赤、これをこのように変形させたら引っ張る、そうするとこんな感じで、出てくるので、はい、これすごい変形してますよね。はい、これで足が完成。もう片方もやってみます。つま先を起こして引っ張ります。で、ここがちょうど、ね、形が合うようになってますので、こういう風にくっつける。そうすると、ほら、こういう感じの足になります。この変形結構面白い。複雑だけど、まあ難しくはないですね。はい、慣れてしまえば簡単だと思います。そしたら本体を起こして、上半身をこのように大胆に変形します。はい、こんな感じですね。おー、ロボットみたいになってきた。そしたら腕が変な方向曲がっちゃってますので、はい、ちゃんと肘の角度を調整して、そしたら腕の下半分をこのように回転させて前後をひっくり返します。そうすると、はい、このようにね、爪が綺麗に、肘の方にいてくれて、拳がね出来上がります。はい、反対側もこのように肘を調整したら、この下半分をぐるっと回転させて、はい、このように拳ができます。はい、拳には、このような長細い穴が開いていまして、ソードをこのように開いたら、ここのグリップの側面、これですね、これにはまるような穴になってますので、はい、はい、このように腕に持たせることができます。はい、そしたら、この頭部の、今後頭部にあるこの角、これを前に変形させて、おお、このギミック熱いですね。はい、こんな感じで後ろから角が出てきます。そしたら最後、このビッグホーンを
左右に開いて、でこのパーツをロボの胸部パーツのここに合体すると、おお、目がグリーンに発光してモードチェンジロボモードという音声がね鳴るという、すごい変形が楽しくなっちゃうような、ギミックがあるんですね。はい、これでロボモードの完成ですね。かっこいいですね、このやっぱり胸部の飾りがかっこいいわね、キラキラ。そしてこの羽ボリュームあってね、この後ろから見た姿もかっこいいですね。おお、足の変形もすごいし、この上半身のこの変形、ダイナミックに変形するのも面白いですね。はい、結構思ったよりももっと簡単なのかなと思ってたんですけれども、はい、手応えのある遊び応えのある変形でしたね。はい、結構ね長く楽しめるんじゃないかな、飽きずに。で、腕可動ね、このように肩も動きます、左右にも少しこのように、ね、調整することができて、肘が動いて、はい、という感じですね。手首は動きませんね。はい、最低限の可動といった感じですね。首も特に動きませんし、足も付け根も特に動かないですね。少し開くぐらいかな。あとはこのつま先がちょっと動くかな程度で、まあ可動はそんなにって感じかな。腕がまあ少し気持ち動くぐらいという、はい、可動になっています。で、音声ギミックですね、今度はボタン、ここになります。胸部の白い大きなボタン、これを押すと、寝坊と悪は許さない、はい、寝坊と悪は許さないということで、目の色がね緑に発光しました。そしてもう一回押すと、カブトパワー、はい、カブトパワー、なんと目の色が赤に変わりましたね。そして3つ目、ノックアウトだ、はい、緑色の目でノックアウトだ、寝坊と悪は許さない、はい、この3つのサウンドで楽しむことができます。ということでね、単体で遊べるギミックはこんなところですね。うん、かなり面白いんじゃないかな。うん、好きだな。はい、全体的に、触ってみた感じ、不安な箇所、なんか壊れやすいとか言ったところも今のところなさそうですね。割としっかりと、はい、頑丈にできてるように見えます。はい、ちょっと長く遊んでみないと分かんないですけど、うん、いいんじゃないかな。変形もしやすいですし、はい、結構好きですね。遊びやすいと思います。うん、いいですね、かなり気に入っちゃいました。はい、次回はこのクリアブルーバージョンのね非売品のカットンボ、合体させて遊んでみたいと思います。これも楽しみですね。はい、ということで以上紹介者でした。